このチャンネルは TGM の補助教材として大人のギター講座をやっています。会員様に向けたものですが、会員様のご声によって一般公開にしております。しかし単体でも勉強になるように作りますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はですね、10月の1日です。昨日一つ会員様が、ね、フレーズを作ってくださいましたので、このフレーズ添削したいと思います。で、聞いてみましょう。かっこいいスライドのフレーズですね。すごくいいと思います。もう一度聴いてみましょう。スライドを使った Am ペンタトニックのフレーズで、これ私ね、修正するところは一切ないと思います。なので、今日はですね、私だったらこうするっていう、まあ、意見として聴いていただければと思います。今このやってくださってるのってここですね。 Am ペンタトニックってやってると思うんですけども、このね、スライドの動き自体を音歌として捉えてらっしゃるので、それはありだと思いますし、私なら、わかります？この、っていう音の移動手段としてスライドを使うと思います。これが一つ目、私だったらこう改良するということです。で、最後の、ところ、これはですね、ちょっとクォーターチョーキング入れたいですね。これも私の趣味の問題です、はい。で、最後のこのビブラートのところなんですけどね、ちょっと聞いてくださいね。ワン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 ってこう細かくやってくださってるじゃないですか。これももちろんありだと思いますけど、私なら2回ぐらいにすると思います。その方が大きなこう波が聞こえていいんじゃないかなって、もうこれは私の趣味の問題です、はい。私なら以上3点やると思います。スライドを素早くするっていうことと、クォーターチョーキングを手を練るっていうことと、ビブラートを半分ぐらいの回数にするということ。これはまあ私みたいなおじいちゃんの意見ですので、この若い方の意見の方が多分一般的には受け入れられるかっこよさだと思いますので、まあ参考までにしていただく、参考にしていただければと思います、はい。はい、このようにですね、トータルギターメソッドではですね、火曜日と木曜日が、いろんなフレーズの練習の日になってるんですね、で週に2回フレーズを練習するっていう、いうふうにしておりまして、そこからフレーズをですね、私が提示するだけではなくて、こうカスタマイズをして、もうこの会員様とかほぼもうご自身のフレーズにして投稿してくださってまして、どんどん皆さん上達してくださってますので、ぜひまだ参加してくだいただいてない方はですね、お待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。で、本日もいってらっしゃいませ。